それではですね、今回は、バン TV さんのオフ会ということでですね、滋賀県に出かけたいと思います。金曜日の仕事が終わってから、大津に向かって走っていこうと思っています。普段であれば、車載動画でスタートするんですけど、うちのチャンネルはただ毎回同じルートになっちゃうんで、途中まで面白くないので、今回は、私のおっさんが喋りながら、高速道路を運転するスタイルで、イントロとしての第一を作りたいと思います。興味ある方はご覧いただいて結構ですけども、お前が喋ってもつまんねえよというのもありますので、そういう方はどうぞ、今回はなかったということで、よろしくお願いいたします。それでは、大津まで運転してまいります。よろしくお願いいたします。高速道路を使うのは好みじゃないんですけど、今日の場合はちょっと時間がないので仕方がありません。やむを得ず高速道路を買います。ルートは新湘南バイパスから圏央道に入って、海老名ジャンクションを経由して東名に合流し、そのまま大津インターまで直進します。このルートを高速で行っても果たしてチェックインの時間に間に合うかっていうぐらいなので、しょうがないですね。ちょっと仕事の加減でこんなになります。同じような道を志野健さんが通るかもしれませんので、後から深夜バスで来るって彼は言ってましたけども、追い抜けたら面白いですけど、多分そういうことにはならないね。はい、そんな感じです。はい、310円取られました。結論がないんですけど、京都全部行き尽くすまでには結構時間かかりましたよ。一時はですね、2ヶ月間毎週末京都行ってたこともありますね。そんなことやってて京都全部行き尽くすまでに、まあ10年近くはかかってると思うんですよね。もちろん他の観光地に行ったりもしてるんで、10年間全部京都に突っ込んだわけじゃないですけどね。なのでまあ大体行くとこは行ってるんで、そんなガツガツ京都行くっていうこともないんですけどね。だからそのガツガツすることもないんだから、もうちょっとゆったりした本にしようかなと。旅先に行って時間を無駄に使うほどの贅沢はないですからね。
ちょっとそういうのもやってみようかなと思ってますけどね。まあこれは当日の朝ホテルのベッドから起きて私が思いついたところに行こうかなとは思ってるんですけどね。まあこんなことでも話してないとこんな高速道路の長距離の夜なんていうのは面白くもなんともないんで喋ってます。ということでですね、 RX100 君がですね、熱だということでオーバーヒートマークが出てますので、一回ここで切りたいと思います。まもなく御殿場インターまで来ました。今鹿がパーキングサービスエリアの前ですね。いつもだったらちょっと夜の新東名は危ないので行かないんですけれども、今日は夜の新東名からアクセスしたいと思います。何が危ないってとにかくスピードが速いんですね。あの道は全体的に流れが速いので、なおかつ周りが真っ暗なもんですから結構居眠り運転して突っ飛ばしてる車多いんですよね、比較的他よりね。なので巻き込まれたくないのであんまり乗らないんですけれども、今日はそうも言ってられないので、新東名から入りたいと思います。いやー参りましたね。御殿場と裾野の間で事故ですね。なおさら新東名ですね。現場インターを通過しました。もう西行くたんびに東名とかの車載を載せてるんで毎回それでも面白くないんで、ちょっと運転しながらの語りをですねちょこちょこ載せてやってみようかなと思ってますけどね。そんなに一個一個のネタ長く話すようなものは持ち合わせてないんで、まあ細切れになってると思うんですけども、はい、というところでまた RX100 分が、オーバーヒートマークが出ましたので一回切りたいと思います。この子はなかなかな、回路ですね。失礼いたします。なんか赤色灯がついてますね。パトカー捕まってるんですね。スピード違反ですね。ここでスピード違反で捕まると痛いですね。何キロオーバーなんでしょうね。恐ろしいですね。すごいことになりますよ。ここ多分110キロ区間ではないと思うので、でこれが新東名ですよ。周りに街がないんですよ。山の中なんで真っ暗でしょ。でこのカメラはちょっとですね今回設定を暗めにしましたんで、そんなに夜空がこう見えるっていう感じにはならないとは思うんですけれども、まあだとしてもですねかなり暗いところをずっとこのペースで走ってるわけです。車線は1車線こう広いわけですしね、まあ切ろうと思えば3車線切れそうな幅あるわけですよね。こういうところを夜に真っ暗の中走るっていうのは確かに眠気は誘うわけですよ。そうすると事故は多いし起きた時はでかいので、大体もっとおかしいのがね、ここはちょっとまだ違うと思うんだけど、
110キロ制限にしておきながら大型車は80キロ制限のまんまなんですよ。そうするとね、同じ道を80キロ制限と110キロ制限が走ってるわけですよ。2輪と4輪で違うなら分かるけど、4輪同士でそんだけ違うっていうことはですね、当然ながら車線を塞いじゃったりするわけですよ。そういうことで果たしてその設定もどうなんだろうっていうのが私の中ではありますけどね。まあ理由があってそういうことになってると思うんですけども、だから結構あれじゃないですかね、夜の高速道路長距離移動される方で思ってるのは、大型車で結構こうやって追い越し車線塞がれちゃうよっていう話がありますよね。だから当然ね、大型車は大型車で仕事として走ってるんで、僕的にはまあしょうがないかなっていう範疇ですけどね。ただこう、なんちゅうのかな、後ろからガーンとですね、そんだけの速度の差があると行っちゃうことがあるだろうっていう気がしてね、ちょっと怖いよ気はしますね。だいたい今の業務用のトラックっていうのはリミッターがついてますからね、悪気があってこのスピードで走ってるわけでもなんでもないので、別にトラックに罪はないんですけど、ただね、道路に応じてそんだけの速度制限差があるっていうのはどうなんだろうなと思われます。今移動中なんですけども、そのレポートを明日のオフ会に、うるさいね。今移動中で、新東名を新富士方向に走っているんですけども、バン TV さんのライブが始まったので、聞いてみたいと思います。だいたいこういう風にしてバン TV さんのライブを聞きながら走っていることが僕は結構多いです。2時からですね、滋賀県大津市内の琵琶湖湖岸の、河川敷でバーベキューをさせていただく予定です。バン TV 始まって以来のオフ会、を開催させていただく運びとなりました。どうぞよろしくお願いいたします。初めてのオフ会に出れてね、ついに明日だ。幸いでございます。なかなかね、腰が重かったんですけども、いつも一眼の方が遠くで、お世話になったよっちゃんからね、バンさんにやりましょうよと、本当にね、応援の言葉をいただきました。それから皆さんからもね、たくさんのやりましょうというお声掛けがですね、あったからこそちょっとなかなか重い腰がね、動かなかったんですけども、今日もね、ちょっといろいろ段取りをね、しておりましてですね、で、明日もほぼね、これでいけるかなと、天気の方もね、おかげさまで、晴れ、降水確率 0% と、やったぜと、やったぜとです。コメントありがとうございます。コメントかけなくてごめんね、ばあちゃん。皆さん、コメントをいただきまして、音声の方がね、もう単純なですね、OBS の音声のフェーダーが上がっておりますのでですね、なんで、なんか操作したっけなと、まあ、それはさておき。それはさておき、出ました。ちょっとね、明日、朝の早からですね、ちょっとドタバタしようかなと思いましてですね、早く寝ようと思っております。そして昨日もね、実はよっちゃんのね、ライブに呼ばれておりましてですね、ちょっとなかなか睡眠不足ということになりまして、4時間もやってたらしいですよ。ライブに出演させていただきます。で、そうは言いましてもですね、キンに冷えたストロングゼロ、乾杯をね、またストロングゼロ飲んでると思います。よし、明日もたくさん飲むよ。よろしければお付き合いいただければと思います。過ごしましたら、1週間お疲れ様でした。乾杯。乾杯。めちゃくちゃ冷えてる。ね、今日台本も買い出しとかね、もうやったんですよ。で、もう明日は肉取りに行く、と飲み物ですね、やっぱ冷えてるのが欲しいんで、飲み物冷えてる
まま浜に持っていこうかなと、ちょっとクーラーボックスぐらいはね、入れますけれどもというところですね。で、買い出しにね、ちょっとお手伝いいただける、ね、マキさんがね、お手伝いいただけるということだったんですけども、ドリンクのね、買い出しをやる予定です。そして、肉はね、もう取っていかないだけなので、もう予約してありますのでね。あとね、畑行って玉ねぎね、できてましたんでね、取ってきましたよ。明日は新玉。コメント欄に誰がいるんだろうな。岩原さんいいのかな。JPS いい位置に行くさ、音声がですね、最初トラブっておりました。大変失礼いたしました。よっちゃん、いつもながらの5月配信ですね。ありがとうございます。もうこのね、コメントの方にね、ミスターベイビーさんからですね、CSS は安いよね。専用に作っていただいたコメントね。私声かぶせてますけど、ちゃんとバン TV さん聞きたかったら、バン TV さんのチャンネルでアーカイブ見てください。はい、パナソニック GH4 というね、ミラーレス一眼で撮影しております。でレンズの方はパナライカのレンズをね、いい声してるわな、この男は。このパナライカのレンズ、ちょっと生放送にばっかり使ってしまっておりましてですね、本当はもっとね、フィールドに持っていくつもりで買ったんですけれども、まあそんな、こうは言ってるんですけどね、なんか前に遅い車がいたかなんとか知らないけど、かなり詰まってましてね、ちょっと後ろいっぱい詰まってて、怖い雰囲気はあるんですけどね。ようこそ。まあ、どけるならさっさとどいてもらいたいですね、これは。今パッとちらっと見えた限りね、左側車線すっからかんなんですよ。だから多分遅い車が1台いるんでしょうね。キープレースなんて後ろになんか車が疲れたら基本的に左に曲がらないと危ないんですよ。こんなことありました。ジョンさん、お久しぶりです。お元気そうですね。ジョンさんこそ純さんですか。かなりお久しぶりなんじゃないですか。バン TV が流れる夜の車載っていうのもいいね。で、まあ、立ちコラボみたいな。
ですね、一言二言一分ぐらいだけでもね、バーベキューオフ会なんでね、プチコラボさせていただこうというふうに思っています。A300 だったら2000も軽量に取れますので、で現場はね結構風がね強いです。参加される方はウィンドジャマーをですね、ぜひともご協力してで、コラボに備えてください。で、しますけれども、佐藤町のさんとかは車中泊されるということなので、それが安全にできる場所に案内したりとかしますけれども、一応6時まではね、場所を確保しているところがあるので、雨の日を、ね、確保している場所があるんですよ。で、そこをね使いつつ、状況に応じてちょっとお菓子でも食べながら、出前でも取ったりとかして、お寿司出前取ったりとかして、おじゃあ夜バンちゃんと飲めるじゃん。よかった、下も泊まりにしといて。もちろん飲んでます。で、ただこの会場の費用とかですね、例えば出前とか取ったらそれもね、寿司代はそりゃそうだよね。そして佐藤町のチャンネルさん、ドローンでしたか、失礼しました。ではこれでドローン、いやいやもうちょっと待ってくださいな、1時間ぐらいお付き合いします、ありがとうございます。佐藤町さん、今日の連絡何時頃に到着とかでしょうかね。そんなわからないですよね、このぐらいの人でしょうしね。近づいてこられたら、お電話ください。そして、健太郎さんがね、佐藤さん言うと思ったところ佐藤さんもね、最近のね親父ギャグと言いますか、改めて失礼いたしました。天然のダジャレバニューさん来た。バニューさん、昨日酔っちゃったらお疲れ様でしたね。バニューさん、バン TV 見てんですね。ね、ちゃんと朝から活動しておりましたですよ。今日深い明日ですね。明日です。はい。私もスケジュールは娘連れて活動するので、もうぜひね、この次回ねブランクとかあるんですよ。ぜひとも。で、実は京都は新婚旅行の道、で訪れた大切な思い出の地にして、僕が訪れるラトンの比叡に、宿泊しました。まあそうなんですね、比叡山延暦寺はとても素晴らしかったです。ホテルありますね。へえ、そうなんですか。あ、そうなんですか。突然ですけど、私は何度かやってますけどね。これはね、お任せください。お任せした方がいいよね。自信を持ってね、お届けできるというふうに思っております。でね、バーベキューも久しぶりなんですけど、昔はよくやりましたね。やっぱりね、やりましたね。なんだ、肉家食べたらいいだけやってくれば。
まもなく、浜松です。バン TV さんのライブは今日は早めに終わられました。だいたい浜松で、全行程の半分ぐらいでしょうかね。今日はどうも渋滞とかそういったものはなく、スムーズに行けそうですね。やっぱり梅雨時だからあんまり人出歩いてませんかね。あとはここから先はもう自分の眠気が来ないようにセーブしながら到着できるというコントロールですね。自分との戦いになります。ということで、この浜松をもちましてイントロの動画は終わろうと思います。あとは明日ですね。明日の朝、私はちょっと琵琶湖をね、朝の琵琶湖を撮りたいんですけど、まあ一回やりましたからね、同じようなネタになっちゃいそうな気がしますけど、まあでも京都行くわけにいかないんで明日の朝からもね、なので明日の朝は大津琵琶湖を撮って、スタートしたいと思います。それでは皆さんさようなら。最後にするって言ったんですけれども、名神高速がですね、どうも集中工事で工事中だけじゃなくて通行止めらしいので、伊勢湾岸道から、新名神の方へ向かって走りたいと思います。ちょっと想定外ですが、私いつも東名から行くので、小牧とか一宮を抜けてね、ちょっと想定外なんですけれども、新名神から行きたいと思います。それはそれでね、トリトンとか通るんで車載的にはいいのかな、夜は消えてるのかな、はい、まあそんな感じなんですけどね、急遽感じでもう一回喋り始めました。現在の時刻22時41分ですけど、どうなんでしょうね、深夜バスでやってくる彼はまだ東京駅だか新宿駅なのかな、もうそろそろ出るのかな、まあ当日の合流を待ちたいと。またしばし謝罪。はい、今ですね、名港中央あたりを走行しております。時間的には11時で、ね、だいたい名工トリトンは電気ついてないですね。この辺から四日市にかけて、工場自体がまあ続いていくわけなんですけども、工場自体の動画っていうのは私は川崎で一回撮ったんですけど、まあなかなか寄れなくてですね、遠くから撮ってるもんですからね、的にうまくいかない。スチルで撮ってる分にはですね、よく撮れたんですけどね、左側とか右側とか、まあ、見ればそれなりにいい景色があるんですけど、
カメラを左に向けますとね、まあ、これはあれなんですよ、基本的に動画的にはあんまりよろしくない見栄えになるわけですよね、スライド出していっちゃうとね。なんで撮りたいのは山々なんですが、ちょっと撮れないということで、大体こんな絵面になっちゃうんですけどね。本当は景色がいいのはこの両サイドですね、毎回思います。はい、今名古屋撮りと入りましたね。横浜のベイブリッジもそうですけど、この辺ね、標高が高いところがないですからね、こういうあの吊り橋の一番高いところから見れば名古屋市の円形夜景とか結構綺麗に見えますけどね。ただからさすがにここから撮れないですからね、止めるわけにもいかないですしね。ほんとあの自分の目で見て楽しむのが限界なんですけど、まあここもいいとこですよ。こんな道広い三車線道路じゃないですか、まあ、走りやすいですしね、いいんじゃないかと思います。で、今11時、さてあと1時間ぐらいで着ければいいんですけどね、そんな行かないか、まだちょっとかかるかな。はい、ということでですね、大津に向けて、このまま継続して走りたいと思います。はい、今長島を走っています。三重県の長島ですね。左の方にですね、観覧車ジェットコースターとか出てるんですけど、ちょっとこのカメラで映らないかな。なかなかライトアップされてていい雰囲気ですけどね、こういう風にライトアップするんですね。普段もっと遅く来ちゃうんで真っ暗なんですけど、今日はついてますね。見えますかね、左手の方なんですけど、ほんとちょっとですよね。僕はジェットコースターダメなんで、あんなの絶対乗れないですけど、好きな方はね、わざわざ来て乗る価値あるじゃないですか、あの高さというね。私あの観覧車でも厳しいかもしれません。もうあの絶叫系ダメです。まあ、しかしあれですね、こういうライトアップもなかなかですね、あのジェットコースターの乗客とかね、はい、まあそんな感じで長島を今いたします。また次どこで喋り始めるか分かりませんけど、多分まだ喋ると思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、東名阪と新名神の分岐亀山ジャンクションです。現在23時半、ちょっと過ぎぐらい、前回の旅行はこのまま直進方向に行ったわけですけどね、しかしあれですね、大津インターまで行けないのがきついですね。瀬田で降りなきゃいけないんで、まあ近いんですけどね、またこの新名神のここはですね、真っ暗です。はい、なんか後ろからとんでもないのが走ってるトラックが来てるんですけど、大丈夫なんでしょうかね。車線と路肩を勘違いして走ってますね。大丈夫でしょうか。夜はですね、こういうことになりますんでね。一応あの会社名が分かるといけないので伏せますね。後でモザイクかけます。
ただいまですね、滋賀県に入りました。ワンチャンワールドに入りましてですね、あと50キロぐらいで、本日の宿泊地に着くということになっております。明日昼過ぎ頃からでしょうかね、2時からっていうことなんですけどね、2時からっていうことなんだけど、どうもその前にみんな来てそうな感じなんで、あんま早く行ってもあれだしね。バーベキューってあれですよね、なんかいろいろと立ち位置がありますよね。バーさんもこの間ライブで言ってましたけどね、あ、絶対大人数になると手が空いちゃう人出てきたりね、あんま見た目よろしくなかったりねするんですよ。もうね、明日私がどうなるか知りませんけど、まあね、大体ああいう時なんかクエスチョンになっちゃうね、私何やろうか。まあでもね、みんなで楽しめればね。はい、それではですね、今滋賀県甲賀市に入りました。はい、ただいまバンチャンワールドの、滋賀県にですね、入りました。まあ、私も滋賀県相当来てますんでね、なんかもう関西って言いながらもちょっと長は地元かなというぐらいの感じですけども、なんせね、関東に一番近い関西は滋賀県ですから、まあ、で関西に一番近い関東というのは神奈川県ですからね、まあ、お互いは近いっちゃ近いんですよね。だからまあ来やすいですよ。これが横浜から大阪、まあ、大阪はいいけど神戸とか行くことすると結構しんどいですからね、いくら旅慣れてるとはいえ、やっぱ滋賀県あたりが来やすいですよね、関西で。まあそんなこんなでね、滋賀県やってまいりました。あと30分ぐらいで、宿に着く予定になっておりますので、今度こそこれが最後かなと思います。さすが旅先ライブやってるような余裕はないですし、多分安い宿なんて壁が薄くてうるさいでしょうからね、こんな感じでイントロ第1弾の動画は本当にここで終わろうと思います。ただおっさんが喋ってるだけの動画になってると思いますが、楽しんでいただけたならそれで幸いです。楽しんでいただけなかったらごめんなさい。それではさようなら。